青学生がツイッターで炎上した。それはなんで？俺知らないんだけど、なぜ炎上したの？なぜ炎上したの？青学生が。なぜ炎上したの？未成年飲酒？スーパーで大騒ぎした動画、あ、そう、動画見よう見よう。それ動画見よう。ちょっと、動画見ようぜ。ニコニコ流ってないの？なんでそんなバカなんだろうね。なぜそんなバカなんだろうね。いや、俺たちもやってたけどさ、それをネットにあげようなんていうの、すげえ、愚かだよね。な、親が責任取った方がいいよ、そういうのは。親が会社クビになって。で、俺たちもっとひどいことしたけど、そんなのネットにあげようなんて絶対思わないからね。とまあみんなが何これ、すごい面白い、超面白い大学生。みんなも後で見てみてな。本当に笑ったよ、今。青山学院大学に行ってるのにもかかわらず、こういうことしちゃったんだ。で、大学はさ、なんでコメント出してんの？責任取ってもらおうぜ。いや、これはスーパーかわいそうでしょ。調査してんだ。調査してんだ。へえ、もうこんなことしなきゃいいのに、なんでこんなこと、いや絶対こんなの退学になっちゃうでしょ。バカだな、ほんと。あ、退学になったの？いや、あが嫌いじゃねえけどさ、いや、こういうことやるやつは大嫌いだよ、俺。いや、他人に迷惑かけてもいいけどさ、ネットに上げちゃダメでしょ。ネットに上げなきゃバレねえのに。だから、こういうのがムカつくの、なんかさ、私たちこれイケてるでしょみたいな。てめえなんかイケてねえし、全員。俺もう、大学時代から俺ずーっと周りの大学生に思ってたから。いや、お前ら別にイケてねえんだって、ね、俺、本当に言っちゃうさ、思わない？大学生でイケてる奴なんていねえじゃん。なんかあいつらさ、特に女、私たち今世界の中心にいるみてえな。あれ何なんだろうな。お前らあと3年もすればあれだぜ、法令線がもう深くなって相手されなくなんだぞ。そして集計恐怖。整形。美容整形に走る。なんで？じゃあ別に他人に迷惑かけてもいいんだよ、正直。こういうことしてもいいと思うんだよ、俺。ネットに上げるのって本当にバカじゃない？だってこんなの学校クビになるぜ。これが別にネット上げないで、スーパーの人から、なんかオタクの大学が、こういうことやってきたんですけど、つったら、厳重注意で終わりだよ。いや、自分のことまず考えなきゃダメなんだよ。だってこれさ、除名にならなかったよ。除籍にならなかったんだよ。ネットに上げるのってダメなんだよ。で、他人のこと考えるのも、のもいいけど、で、そんなね、こんなことでスーパーの売り上げ落ちるのは、まあ、ない。反省すれば、立ち直れるのに、ネットに上げなければ。これもう上げちゃったら一生残るんだよ。一生残るんだよ。いや、俺、それが理解できない。で、こんなのさ、高校生がさ、タバコ吸ってさ、それをさ、ね、動画であげるみたいな。それと一緒じゃん。今頃笑い話してるよ。いや、絶対泣いてると思うよ、みんな。私たち、なに、ピー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 みたいな、あんなのでさ、学校クビになってんだよ。お前、どうすんの？それで学校退学になってんだよ。あなたさ、一生懸命さ、半年だか一年だか一生懸命勉強してさ、青学入ってさ、親も喜んだろうよ。ね？で、何百万ってお金払ってもらってさ、ね？素晴らしい、ね、あ、なんていうの、モテるだろうしさ、男の子も女の子も青学だよって言えば。ね、そんな人生が待ってるのに、あんなくだらないことで学校辞めちゃって、いいのかなって思いますね、俺は。別にまあ俺関係ねえからどうでもいいんだけど。どこまでがセーフなの？
万引きはもう俺言いたくないけど、万引きはセーフだと思う俺。なんでかっていうと、厳重注意で終わるから、バレないじゃん。しちゃダメだよ、もちろん。でもしていい過ち、どこまでしていいか、俺万引きはセーフだと思う。なんでかっていうと、警察にパクられないから。だからギリギリ警察にパクられる犯罪って何？ギリギリ警察にパクられる犯罪。あ、これはギリギリアウトですっていう犯罪って何？教えて。あ、痴漢はダメ、痴漢はダメ、痴漢はダメだな。痴漢はダメだ。なぜかというと、人生狂っちゃうからね。犯罪予告とか殺害予告とかも。その辺のさ、あれが分かってねえんだろうな。なんか、さっきあんなこと言ってたけど、踊ってる奴らみんなクソキモトだったよ。なんか男も女も。よくこんな容姿で生きがれるなって俺思っちゃったよ。いや俺だったらマジ、なんだこれすげえみっともねえって。いけてない奴らだったよ。いけてる奴はそういうことしないからね。ちょっと待って待って待って。あれをツイートした女は地元でも嫌われてて、浮いてて同級生が続々あざ笑うツイートしてるらしい。あー、下るんだね。